さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ東京ドームにて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側福岡ソフトバンクホークス、先発投手は大山。今日はどういった投球を見せるのか。そして対する一塁側東北楽天ゴールデンイーグルス、先発投手は藤井。本日好調、どんなピッチングになるか非常に楽しみです。それでは注目の対決を実況清水久志でお届けいたします。まずは1回の表、今日の先発マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている藤井。バッターにとっては非常に打ちづらい投手。さあどんな攻防になるか。さあ注目のゲームが始まります。バッターは1番今宮。さあ1球目投げました。よくってボール、カウントワンボール、打ちました。センター上がった、取りました。これでワンアウト。ここでバッターボックスは周東。第1球を投げた、ボール外れた、カウントワンボール。合わせて打った、レフト線にボールが飛んでいきますが、レフト後方ワンバウンドヒットになった。カット前へ送る、周東ツーベースヒット。ホークス先制のチャンスを迎えます。そしてバッターは栗原。セットポジション1球目打ちました。初球打ち三遊間へのゴロ、これは抜ける、周東一気にホームへ、ホームへ送球。ホークス初回先制、1対0。栗原タイムリーヒット、これでワンアウトランナー1塁。ホークス得点を挙げなおもランナー1塁。そしてバッターボックスは山川。ソロバッティングで点差を広げていきたい。まずは初球外高めに決まった、ストライク。投球これから2球目、これは見送ってボール、ギリギリのところです。さあ3球目打ちました。1・2塁間のゴロ、抜けた、栗原3塁を狙う、山川ヒットを放ちました。チャンスを広げました。さあこの場面でミート71のバッター近藤、相手を突き放すバッティングとなるか。さあ1球目セットポジション、第2球はまた空振り、軽く追い込みます。さあ外してくるのか、一つ外してボール、ワンボールツーストライク。ここは慎重にいくか、打ち上げた、高く上がった、鈴木交代、サード落下点掴みました。ホークスなおもチャンスが続きます。そして迎えるバッターは正木。初球は初球を打ちました、右中間へのフライ、取ってこれでスリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ホークスこの回1点を入れ先制しています。1回の裏先発投手のご紹介。マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている大山。打者からすると非常に狙い球が絞りにくい投手。一体どんな攻防になるか。バッターは1番小郷。1球目を投げた、初球を打った、これは内野ゴロ、井上ボールを取った、井上そのままベースに入ってアウト、これでワンアウト。ここでバッターは中島。さあ1球目投げました、縦のスライダー見送ってボール、カウントワンボール。第2球はミットへ直線、いいストレートです。バットを出しません、ボール、カウントツーボールワンストライク。次が4球目投げました、外れたボール。第5球は打った、フルカウント。さあ次で決められる、打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、一塁送球アウト、これで2アウト。ここでバッターボックスは辰巳。まずは初球打った、これはスタンドか、カウントワンストライク、カットボール空振り、カウントツーストライク。次はどう攻めるのか、一つ外した、お、さあ勝負してくるのか、外角低め空振り三振、最後はスイングアウトの三振に仕留めました。1回が終了して1対0、大山結果3人で終わりました。これをな、バッターは7番井上。まずは初球アウトコース高めストライク。さあ次の球、これはボール、
第3球を投げた、打ちました、ファウル。ボールカウント1ボール2ストライク、空振り三振。そしてバッターは海野。海野背番号。第1球を投げた、打った、これはスタンドに入りそうです、切れていきます、ファウル。打ちました、いい当たり、強襲、抜いていった、海野ヒットを放ちました。そしてバッターボックスは牧原。そのバッティングで点差を広げていきたい。第1球を見送ってボール。投球これから2球目、スラーブはボール。投球3つ目、投げました、スラーブはボール。カウント3ボール。第4球投げました、いいボール、変化球が切れています。投球5つ目、投げました、打った、いい当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、取りました、中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。そして迎えるバッターは今宮。まずは初球、サークルチェンジ、空振り。さあ次の球、外角高めストライク。キャッチャーからサインを受け取った、打ちました。さあ4球目、ボール外れた。投球5つ目、投げた、バットを出しません、ボール。第6球を投げた、外れた、ボール、低めギリギリのコースです。投球7つ目、一塁ランナー自動的にスタート、高く上がった、ライト落下点、これはライトフライになった、取りました、これで3アウト。2回の表が終わって1対0、ホークスこの回の攻撃は0で終わっています。バッターは DH 浅村。初球はカーブをボール。第2球を投げました、渾身のストレートはボール。低め見送ってストライク、2エンド1、バッティングカウント。さあ4球目、内角ボール球打った、ショートゴロ、今宮取って、一塁を送る、アウト、これでワンアウト。ここでバッターは鈴木。第1球を投げた、1球目打った、1、2塁間破った、鈴木出塁します。ワンアウトから同点のランナーが出ました。ここでバッターボックスはフランコ、振り出しに戻したいところ、よくってボール。セットポジション第2球は球威のある球を投げてきます。第3球を投げた、縦のスライダー見送ってボール、カウント2エンド1。次が4球目、投げました、縦のスライダー空振り。さあ追い込んだ。さあここはどういうコースと球してくるか、カーブ見送ってボール、さあフルカウント、フランコ選んでフォアボール。ここでバッターは特殊能力警察がついている村林。ミートカーソルは下より、ダブルプレーを引き起こしやすい状況です。2球目を投げました、ボール外れた。投球3つ目、投げた、内角低め見送ってストライク、打った、痛烈な当たり、シュートバックしていった、ヒット、ボールは中継、まずは同点、もう1人帰るか、村林タイムリーツーベース。これでワンアウトランナーは二塁三塁。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。ホークス、ここが踏ん張りどころ。そしてバッターは黒川。このまま引き離したい。第1球投げた、打った、初球打ち、強襲、破っていった、黒川タイムリー。これでワンアウトランナーは一塁三塁。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。さあここで特殊能力バント丸を持つ太田、スクイズなども考えられるケースですが、どう出るか。カットボールはボール、カウント1ボール。投球2球目、投げました、引っ張った、これはスタンドに入るか、ファウル。ボールカウント1ボール1ストライク、打った、ポップフライです、掴みました、これで2アウト。そしてバッターボックスは小郷。このままどんどん攻めていきたい。さあ1球目、1塁へ牽制球を送ります、1塁タッチセーフ。
直球見送ってボール、カウント2ボール。投球3球目、投げました、打った、スタンドに入りました、ファウル。カウント2エンド1、投げました、ゴンチンのストレート、空振り。さあ仕留められるか、打った、ファールボール。カットボール見送ってもフルカウントになった。投球これから7つ目、ランナー自動スタート、三振。さあこれで流れが変わってくるか。2回が終了して2対1、イーグルスこの回逆転に成功しています。バッターは2番周東。さあ1球目投げた、初球はストロケボール。第2球を投げた、バットを出しません、ボール。打ちました、強襲、抜ける、周東ヒットだ、ヒットになった。今日これで2打数の2安打。そして迎えるバッターは栗原、いい形に持っていきたいところ。投球2球目、外の球空振り。さあ3球目、ランナー走った、外れた、キャッチャー二塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。イーグルスここは引っ張りに警戒します、打ちました、鈴木掴んだ、一塁へ送ってアウト、鈴木ナイスプレー、ワンアウトランナー三塁に変わります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあこの場面でバッターは期待のパワー83、山川、同点チャンス、さらに一発が出れば逆転、注目の対決です。高く上がっています、センターへ上がって、これは犠牲フライになるか、取りました、シュート、タッチアップ、三塁ランナーホームイン、ホークス同点、2対2。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。ホークス得点を挙げ、ここからどう攻めるか。ここでバッターは近藤、出塁してプレッシャーをかけていきたい、投げました、いいボール、変化球が切れています、投げた、これは見送ってボール、カウント1ボール1ストライク。投球これから3球目、打った、ファウル、1ボール2ストライク、外れた、ボール。打った、ショート左横のフライになりました、取って、これで3アウトチェンジ。3回の表が終わって2対2、ホークス同点となっています。バッターは2番中島、さあ1球目投げた、縦のスライダー見送ってボール、わずかに外。さあ次の球、ゴンチンのストレート、空振り。第3球投げました、インロー決まってストライク、これで追い込みました。さあ次は何で来るか、縦のスライダー見送ってボール、さあ打ちました、これはどうだ、入れ入れ入れ、掴みました、これでワンアウト。ここでバッターボックスは辰巳、さあ初球、縦のスライダー見送ってボール、カウントワンボール。2球目を投げました、見送ってボール、スライダー空振り。ボール外れた。第5球は打ちました、1・2塁間の打球、牧原ボールを掴んだ、1塁に送る、大山取ってアウト。そしてバッターは浅村、第1球を投げた、アウトコース高め、空振り。投球2球目投げた、打った、引っ張った、これはスタンドか、切れていきます、ファウル、ボールカウントはノーボール2ストライク。打って引っ張って、これはスタンドに入りそうです、スタンドに入りました、ファウル。第4球投げました、打ちました、いい当たり、強襲、一塁送ってアウト、これで3アウト。序盤が終了して2対2、大山この回きっちり3人で抑えています。ゲームは中盤4回に入ります、バッターは6番マサキ、1球目を、投球これから2球目、打った、ファールボール、カウント2ストライク、1つ外してボール、低めに攻めていきます。
ここは慎重に行くか。打った。ご注意ください。第5球を投げました。打った、いい当たりだ。センターへの打球取りました。これでワンアウト。そしてバッターボックスは井上。初球は高く上がっています。フラフラっと上がった。掴みました。これで2アウト。そして迎えるバッターは海野。投げました。スラーブ、空振り。2球目を投げた。これはボール。投球3球目投げた。打ちました。カウント1ボール2ストライク。サークルチェンジはボール。カウント2-2。さあ次は何を投げてくるか。スラーブ、空振り三振。最後は空振り三振に切って取りました。4回の表が終わって2-2。藤井、最後は見逃し三振。バッターは5番鈴木。さあ初球ストライク、インハイへ。まず初球ワンストライクを取りました。投球2球目投げました。これは見送ってボール。ワンボールワンストライク。打った、痛烈な当たり。シュート、下がっていった。ヒット、鈴木一塁蹴って二塁へ。鈴木ツーベース、イーグルス勝ち越しのチャンスを迎えます。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。さあこの場面でパワー70のバッターブランコ、リードを奪う一発となるか。注目の対決となります。第1球をストライク、インサイドをつきました。テンポよくいくか。打った、これはスタンドに入るか。ホール。第4球はバットを出しません。ボール。ホークスピンチの場面、ノーアウトランナー2塁。高く打ち上げて左中間のフライ、レフト落下点に入りました。左中間深いところを掴みました。これでワンアウト。ここでバッターは村林。得点につなげたい。第1球投げた、打ちました。ファウル。ボールカウントノーボールワンストライク。インロー見送ってストライク。早くも追い込んでいます。一つ外した。お、イーグルス勝ち越しのチャンス。ワンアウトランナー2塁。さあ勝負してくるのか。打ち上げた、高く上がった。すくい上げたんですがタイミングいまいち。取りました。イーグルスなおもチャンスが続きます。ここでバッターボックスは黒川。1球目を投げた、外れた。ボール。カウント1ボール。セットポジション第2球は打った。待ち構えているセカンド取る。アウト。スリーアウトチェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。4回までが終了して2-2。ホークス勝ち越しを許しませんでした。バッターは9番牧原。さあ1球目投げました。よくってボール。わずかに低いか。打ちました。泳いだバッティング、あっと打ち上げた。キャッチャー落下点。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト。そしてバッターは今宮。スラーブはボール。サークルチェンジ、空振り。スラーブ、空振り。スラーブ、空振り三振。さあそしてバッターは今日2本のヒットを放っている周東。初球打ち、三遊間の打球一塁へ。間一髪セーフ。これはヒット、内野安打です。今日これで3打数の3安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。そしてバッターボックスは栗原。積極的に行ってもらいたい。さあここは足を使ってチャンスを広げたい。ランナーが二塁に進んでいます。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。一塁ランナーは二塁に進んでいます。引っ張って、これは抜ける。栗原ナイスヒットです。ホークスなおもチャンスが続きます。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。第1球投げた、打った、サード正面。鈴木取って、踏ん張って一塁送球。ここは間に合ってアウト。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
バッターは9番太田。第1球を投げた、打った、ファールボール。カウント1ストライク、投げました。これはボール。厳しいところをついていきます。第3球投げました、カーブはボール。投球これから4つ目、ボール外れた。第5球はインコースいっぱい、ストライク。さあバッテリーどんなボールで勝負するか。打ちました、セカンド左へのゴロ。牧原ボールを取った、一塁へ送球、アウト。そして迎えるバッターは小郷。さあ1球目投げました、直球空振り。ストレートはボール、外れましたがいいコース。第3球を投げた、いいボール、変化球が切れています。さあ次は何で来るか。打ちました、ライトへの打球、正木浩太掴みました。これで2アウト。ここでバッターは中島。さあ初球外角見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、ストライク低め。さあ最後も同じコースで勝負するか。さあ外してくるのか、直球見送ってボール。ここは慎重に行くか、ここで打った、どうだ、入るのか、どうだ、入った、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった、勝ち越しのホームイン、イーグルス勝ち越し。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。イーグルス得点を挙げ、ここからどう攻めるか。ここでバッターボックスは辰巳。第1球まっすぐ空振り。第2球は打った、センター方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。前半が終わって3対2、イーグルス勝ち越しに成功しています。イーグルスピッチャーを交代します。マウンドに上がったのは渡辺、今日2人目のピッチャーとして登板です。バッターは5番近藤。初球は直球高め、2球目を投げました、打った、ファウル。ボールカウントはノーボール2ストライク、カーブはボール。慎重に攻めてきます。さあ勝負してくるのか、ファームはボール。2-2、平行カウント。さあここはどういうコースと球してくるか。打った、村林取って、一塁へ強い送球だ、アウト。これでワンアウト。ホークスここは代打を起用してくるようです。バッターは川瀬。さあ初球打ちました、これはスタンドか。ボールカウントノーボールワンストライク、直球ストライク。次はどう攻めるのか、一つ外してボール。打ちました、三遊間のゴロ、ブランコ掴んだ、一塁へ素早く送球、一塁間一発セーフ。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。そしてバッターは井上、ランナーを返すことに集中したい。打ちました、初球打ち、一二塁間へ抜けた、井上安打を放ちます、初安打。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。そしてバッターボックスは海野、どういうバッティングをするのか。さあ初球流し打ち、これはスタンドに入りそうです。ぐーんと伸びて右に切れました、ファウル。ストレートはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球をセットから、緩い変化球で空振りを奪います。ファームはボール、いいコースですが外れています。さあ仕留められるか、打ちました、いい当たり、抜いていった、海野ヒットを放っています。これで今日は3打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。そして迎えるバッターは牧原、ここから反撃なるか。初球はファームはボール、カウントワンボール、ファームはボール、カウントツーボール、真ん中ストライク。
カード牽制、三塁タッチセーフ。投球これから4つ目。いい変化球、空振りを奪います。真ん中見逃し三振。渡辺勝負どころでいい球を投げ込みます。では改めてリプレイでご覧いただき、ここでバッターは今宮。今宮まずは初球バットを出しません。ボール、カウントワンボール。セットポジション第2球は高め、見送ってストライク。第3球投げた、打った、待ち構えているショート取る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。6回の表が終わって3対2、イーグルス逆転のピンチをしのぎました。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは玉持ち丸を持っている津森。バッターにとっては非常に打ちづらい投手。さあどんな攻防になるか。バッターは DH 浅村。いいボール、変化球が切れています。第2球は渾身のストレートはボン、ワンボールワンストライク。第3球は打ちました。これはスタンドに入るか。ボールカウントワンボールツーストライク。打った、いい当たりだ、破った、浅村クリーンヒット、今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ホークスここで動いてきました。マウンドに上がるのは本日絶不調の長谷川。このコンディションをどうコントロールしていくのか注目です。さあそして迎えるバッターはここまで2安打の鈴木。そのバッティングで点差を広げていきたい。第2球はスラーブ、空振り。第3球投げた、打った、これはスタンドか。ワンボールツーストライク、外れたボール、カウントツーボールツーストライク。さあ次は何を投げてくるか。打ちました、内野ゴロ。井上ボールを掴んだ、二塁へ、二塁フォースアウト、一塁へ素早く送球。これでワンアウト。ホークス監督が出てピッチャーの交代を告げます。ここでマウンドに上がったのは又吉。今日4人目のピッチャーとして登板です。ここでバッターボックスはフランコ、打った、ファールボール。第2球はこれは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。見送ってボール、低めギリギリのコースです。さあ4球目打ちました、強襲、破っていった、今内野に返します。フランコナイスバッティングです、初安打。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。ここでバッターは特殊能力警察がついている村林。ダブルプレーという最悪の結果だけは避けてほしい。投げました、2球目を投げました、打った、ファウル、カウント2ストライク、打ちました、ファールボール。さあ4球目、ボール外れた。第5球は打った、鈴木三塁へ向かう、ファウル、打ちました、鈴木三塁へ、ファールボール。投げた、打った、痛烈な当たり、右中間へのフライですが、右中間破った、鈴木三塁回った、ボールは中継内野まで、イーグルス1点入りました。村林タイムリーツーベースヒット、これでワンアウトランナーは二塁三塁。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。ホークスここで動いてきました。マウンド上は特殊能力一発がついている杉山。この場面で失投にならないよう丁寧にピッチングしてほしい。ホークスここからゼロで抑えていくことができるか。そしてバッターは黒川。この回畳みかけていくか。まっすぐ空振り、打ちました、いい当たり、抜ける、三塁ランナーホームイン。イーグルスリードを3点に広げます。黒川タイムリーヒット、これで今日は3打数の2安打。それでは先ほどの得点シーンもう一度ご覧いただきましょう。そしてバッターボックスは太田。さあ1球目投げた、バットを出しません、ボール、打ちました、さあ犠牲フライになるか、取りました、
村林スタートを切った。三塁ランナーホームイン。イーグルスさらに1点追加、6対2。これで2アウトランナー1塁、イーグルス得点を挙げなおもランナー1塁。そして迎えるバッターは小郷。投げました、投げました、またしても空振り。直球見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。縦のスライダー空振り三振。最後はスイングアウトの三振に仕留めました。中盤まで終了して6対2、イーグルスこの回3点を入れリードを広げています。試合は終盤7回に入ります。さあそしてバッターボックスは今日3打数3安打の周東。さあ初球インサイドストライク。投球3球目投げました、打った、強い当たりだ、入れ入れ入れ、センターの後ろワンバウンドヒットになった。周東ツーベースヒットを放ちました。まずは初球ファームはボール、カウント1ボール。さあ次の球ファームはボール。第3球をセットから、ファームボール空振り。ストレートはボール。投球これから5つ目、打った、シュート、三塁へ向かう。渡辺ボールを取った、アウト。ホークスなおもチャンスが続きます。さあこの場面でバッターは期待のパワーは83、山川。ビハインドではありますがその一発で流れを持ってこられるか。外れたボール、三塁牽制、三塁タッチはセーフ。イーグルスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。ピッチャーはかなり警戒、3ボールです。打った、これはスタンドに入りそうです。切れていきます、ファウル。直球空振り、さあこれで決まるのか。打ちました、これはスタンドに入るか。打った、センター前に出る、センターへの犠牲、取りました。これで2アウト、イーグルスここで変えてきます。マウンドに上がるのは対左打者 B を持っている鈴木。バッターとの相性はいいようですが、さあどう切り抜けていくか。さあこの場面でミート71の初球を打ちました、ショートゴロだ、軽快に一塁へ、アウト。これで3アウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。7回の表が終わって6対2、鈴木得点を許しません、サードランナー残塁です。さあここでバッターは先ほどホームランの中島、投げた、見送ってボール、わずかに低いか、ボール外れた、カウント2ボール。スプリット空振り、完全にタイミングずらしました。さあ4球目打った、ボールカウント2ボール2ストライク。直球見送ってボール、スプリット見逃し三振。ここでバッターは辰巳、スプリットボール、カウント1ボール。打ちました、これはスタンドか、1ボール1ストライク。投げた、流し打ち、レフト線に飛んでいますが、ファウル。打った、いい当たりだ、レフトへ上がった、レフト取りました。これで2アウト。ここでバッターボックスは浅村、第1球投げました、バットを出しません、ボール誘いますがバッター手を出しません。投球これから2球目、スプリットはボール、カウント2ボール。第3球を投げた、ストレートはボール、3ボールナッシング。次が4球目、投げた、強振空振り、ボールに勢いがあります。さあ次で決められるか、打った、栗原取ってアウト、3アウトチェンジ。7回の裏が終わりまして6対2、杉山この回見事三者凡退としました。
イーグルス。ここで守備が変わります。さあここでバッターボックスは先ほどヒットを放っている川瀬。まずは出塁してきっかけをつかみたい。高め決まってストライク。直球見送ってボール。打った。ライト方向へ持っていきましたが保護をつかみました。これでワンアウト。そしてバッターは井上。さあ初球、初球を打った、切れていきます、ファウル。カウントワンストライク、これはボール。さあ3球目、空振り。さあ追い込んだ。さあ次は何で来るか、引っ張った、サード左、山田掴んだ。大事に一塁へボールを送ってアウト。井上いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これで2アウト。さあそしてバッターは今日2本のヒットを放っている海野。第2球投げました、打ちました。小深田ボールを掴んだ。大事に一塁へ送球、アウト。これで3アウト。8回の表が終わって6対2、鈴木この回きっちり3人で抑えています。バッターは5番阿部。ストレートはボール、カウントワンボール。インコース低め空振り。スプリット空振り、これで追い込みました。ここは慎重に行くか、いい当たりになった、入るのか、どうだ、レフトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、ダメ押しとなる一発、見事な一発を見せてくれました。ホームランです。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。イーグルス得点を挙げ、ここからどう攻めるか。そしてバッターボックスは小深田。さあ初球外れた、ボール、カウントワンボール。第2球は見送ってボール、カウントツーボール。第3球を投げました、まっすぐ空振り、外角へストライク、アウトロー。さあここはどういうコースと球種でくる、打った、一二塁間のゴロ、これは抜ける、小深田塁に出ています。これでノーアウトランナー一塁。さあそして迎えるバッターはここまで2安打の村林。ランナーを進められるか。第2球を投げた、ミットへ直線、いいストレートです。キャッチャーからサインを受け取った、一つ外した、お低め攻めてきます。さあ勝負してくるのか、ナックルカーブ見送ってボール、カウント2-2。さあ仕留められるか、直球見送ってボール、フルカウント、低め見逃し三振。そして迎えるバッターは山田。さあ1球目投げた、スプリットボール。第2球は打ちました、サードライナー、これで2アウトランナー1塁。ここでバッターは太田。第1球投げました、外低めいっぱい、ストライク。投球これから2球目、ナックルカーブ空振り、テンポよくいくか、1つ外してボール、1塁牽制、タッチはセーフ。さあ次は何で来るか、直球空振り三振、最後は空振り三振に切って取りました。8回までが終了して7対2、イーグルスこの回リードを広げました。さあ最終回ピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは本日絶好調のソンチャー。怪盗ランバのピッチングに期待が高まります。さあいよいよ最終回、バッターは9番牧原。ボール外れた。さあ次の球、バットを出しません、ボール、カウント2ボール。チェンジアップはストライク。投球4つ目投げました、低めストライク。外れたボール。さあフルカウント、打ちました、阿部ボールを取った、阿部一塁踏んでアウト。ここでバッターボックスは今宮。
今宮。第1球を投げました。ストライク、低め。2球目を投げた。これは見送ってボール。ツーシーム見送ってボール。球威のある球を投げてきます。さあ次は何を投げてくるか。打ちました。セカンドの右、小深田取って一塁に華麗にステップを踏んで送球、アウト。さあそしてバッターボックスは今日4打数4安打の周東。ストライク、インローへ。第2球を投げた。チェンジアップ見送ってボール。第3球を投げました。いいボール、変化球が決まります。ここは慎重に行くか。打った。投球5つ目、投げた。打ちました。低め、見逃し三振。イーグルス最後をしっかり締めて見事勝利しました。イーグルス見事な戦いで白星を挙げました。圧倒的な強さを見せつけた。さあそしてイーグルスファンの皆様、よろしいでしょうか。ヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。今日は本当に2人とも大活躍でした。さてお送りしてまいりました一戦はイーグルス打撃絶好調、大差で勝利しました。以上、実況は清水久志がお送りしました。